東京都で今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに759人確認されました。先月、緊急事態宣言が解除されて以降、最多となりました。東京都の新規感染者数は759人で、前の週を17日連続で上回りました。重症者は45人です。都内では感染力の強い変異ウイルスが増加傾向を示していて、小池知事は在宅勤務を求めるなど人流の抑制を強く訴えています。東京都では今日、まん延防止等重点措置が適用されてから初の週末を迎えました。渋谷や銀座など繁華街の人ではそれほど減っていないように見られます。昨日午後3時の人では前の週と比べ渋谷駅で 2%、 横浜駅で 9%、 大宮駅で 7% とそれぞれ上昇しました。一方、大阪府では今日、新たに1161人の感染が確認されました。新規感染者数が1000人を超えるのは5日連続です。大阪府では病床が逼迫していて、滋賀県に看護師の派遣や患者の受け入れを要請しています。